このまま3勝できますか。俺ウルブズが勝ち抜く予想してるから、まあ、ウルブズ VS ウォリアーズになりますね。もう言っとくわ、セカンドラウンドでウルブズ VS ウォリアーズになってます。ただ4-0で勝てるとはみじんも思ってない。それはグリズリーズをちょっと愚行しすぎだ気がするから、まあ本当に 4-2 か 4-3 ぐらいまではもつれるんじゃないかなと思いますけど、最終的にウルブズが勝つと思ってます。確かにアップセットあるならここだと思う。ハルさん、ウルブズプレーオフ行くとしたらどこなら勝てそうですかつって言われて、いやまあグリズリーズとは相性良さそうだよね。グリズリーズとのシーズン4回戦って2勝2敗なんです。だからやっぱ4戦シーズンこのウルブズグリズリーズ見た結果、俺の気持ちとしては、あ、ウルブズの方が勝ちやすいなっていう。で言ってウルブズが負けたらただダセーやつなんで、正直ね、こうまだ言いたくはなかったんですけど、まあまあまあお祭りですからプレオフなんて、もう盛り上がっていきましょう。一喜一憂しよう、マジでみんなで。お疲れ様です。じゃあねー。